嗨，大家好，我是史莱猫，欢迎收看《魔物猎人物语二：破灭之翼》。我们现在要去调查大坑了，首先先来调查侠盖研修的好了，我们就出发吧 ，Go Go！ 哇，光变成紫色的了，凶光啊！哇，这啥啊？烧焦了、啊。これ。切った跡だ。诶？是斩击吗？好，出现了。新魔物啊！而且还是用光化了。哇塞，超危险的！用尾巴斩击啊！好，要开战了！启程的时候到了。好，对方叫做斩龙啊，凶光化的斩龙，斩击是来自尾巴，小心点啊！我先猜是速度好了，不是啊，力量，滥用速度攻击啊，先打尾巴好了。上啊！没错，是力量，双重攻击，用打的不行啊。那再一次用斩的好了，王剑击雷，砍招啊！好赖吧！对手要干大事了，我先换一只好了，先累积羁绊值比较重要。要用四的吗？绿玉神塔，百幻送枪啊！火球蓄力了，对方要攻击了，火球蓄力，身体开始蓄热了，要小心啊！好，对手应该换特性了吧？是技巧还是速度啊？我们猜速度好了，上啊！火焰球，OK， 双重攻击，破坏部位了，太好了，破坏尾巴了，而且还倒下了。彗星一级的时间到了，好，我们打身体好了，下去啊！OK。冰枪，哇，没有彗星啊！居然没彗星啊！好，对手要干嘛？
感觉很不妙啊。好像是要攻击卡伊耶，然后卡伊在蓄力啊，不然我们来要用觉醒歌吗？还是先换一只啊？耶，好难搞啊！不然先换一只好了，先换雌火龙好了。速度攻击啊！烧伤了！哇，我的雌火龙也是啊！好，再换回冰胶沙好了。对方还是速度的话，继续来双重攻击啊！可是对手好像会打两下哎、欸。我们挤满了，哇，卡伊快挂了啦！卡伊撑住啊！好，卡伊要用流星剑啊！我们来换雌火龙，我想要使用觉醒歌，我们来放技能吧，觉醒歌。来吧，上 buff， 上 buff 时间啊！首先是流星剑，夜路，帅帅帅，六六。好，来觉醒吧，大家！对手又要攻击卡伊了，啊，好难搞啊！保险一点啊！火焰球，这啥？哇，很痛啊！尾巴有热量，要攻过来了。所以又换形态了吗？雷斯啊！哦，没错啊，又换了，变成技巧了。上啊！哇，超痛的！好，再一次啊！一三三五，不要！突袭对决，可是我的羁绊值是满的了。好啊，怎么感觉要放招了？现在骑乘是不是比较好啊？我也不知道。没错耶，他放招了，高空突袭，上好雷斯。
加油加油！好，断招了吗？没有啊，还是要用啊。这样撑得住吗？好，满二龙啊！还是一样啊！是不是全体攻击啊？没错啊，接招喽！哦，没死啊，没死就好了。下去啊！好，对方现在什么情况？现在什么情况啊？他是看不出来啊。他身上有火吗？好像没有啊。那是不是又变回要用速度吗？啊，搞得我好乱啊！不然我们换雷狼龙好了，跟你拼哦，没错啊，OK OK， 哇，卡伊快挂了，卡伊你要不要补个血啊？好了，我们来帮卡伊补血好了。啊，不行啊，用错了。哎，等一下。哦，卡伊用招会全满了，那我浪费了。他直接补满了。好，破坏部位了。好，我们雷狼龙也挤满了，对手好像快挂了，不然就来放个招吗？他是不是流口水了？不然再稳一点好了。他等一下会集火嘛，会变成，可是技巧只有这个啊。来啦来啦来啦！先战斗一回合好了。啊！等一下等一下，他可以直接放招是不是啊？我错了，我错了！可恶啊！尾巴现在有火是不是啊？算了，我直接放招了。对啊，尾巴有火啊！上啊，雷狼龙！好帅啊！第一次用他的必杀技。好，来换一下蛮二龙好了，好像又要攻击卡伊了。好，来觉醒哥啊，技巧攻击啊，大家加油！不痛不痒啊！好，好像要放技能了。
咱们来集成吧。直接上啊！来来来来，冰冻河豚攻击！还没挂、啊，刚射，还是没挂、啊。不然我们直接攻击吧。还是热斩刃啊！破坏破坏破坏！还差一点啊！哎，打赢了！哦，成功收拾掉了。これが絆の強さってやつか。如何 S 啊？斩龙。又在变颜色了。奥图娜不在这里啊。でも、あなたたちが言った通り、光の色が変わってきている。カエル。ああ、分かってる。なんだ？どうしたんだ？あんたらと合流する前に調査した大穴より色が濃くなってる。はあ、又变更深了。なんだって？アルトゥーラが動いているのかもしれない。开始行动了。あんまりのんびりしていられなさそう。次に行こう。好吧，去下个地方吧。アルマ、待っててくれたんだな。ああ、みんなが心配で。大穴は？強硬化したモンスターがいたわ。やはりそうでし。君、手に傷が。その傷は。イナを守った時のか？有伤吗？あの時の看不出来啊。とってもかっこよかったんだぞ。守った。ふん。やるべきことをやったまでだ。カイルも守られていたけどね。呵呵。礼尚往来。感謝する。さあ、ここを出るぞ。エナ様、長老に会って行かれないのですか？没有时间了啦。したいけど。急がないといけないの。アルマ、おじい様と村のみんなのことをお願いね。わかりました。エナ様たちの元気そうな姿を見られて安心しました。ですが、レウスを奪おうとした者たちの正体もわかっていませんし、彼らがいつまた現れるかわかりません。くれぐれもお気をつけて。俺たちに任せてくれ。じゃあな、アルマ。あ、エナ様のこと頼んだぞ。再会啦！ヤヨリア、久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのね。もしかしてその子はレウス？没错啊。そう。もう立派に相棒をライドオンできるんだぞ。そう。それは本当に良かった。でもこの子、レウスに何か？怎么啦？素敵な肉球。肉球好棒。ピンクな肉球がとってもキュートね。プニプニだ。プニプニ。おい、アユリア。
我当时害怕极了。アユリアは肉球を見ると周りが見えなくなるから困るぜ。あ、その失礼。彼らは？カイルと月のよ。ハンターなの。そう、ハンターなのね。ところで、あなたたちはどうしてここに？実は各地で大穴がどんどん増えていってるんだ。光の色もおかしくなってる。それを大穴の底にはモンスターがいる。この災厄もきっとそのモンスターが原因。そう、やっぱりモンスターが関わっていたのね。大穴から漏れる光の色が日を増すごとに変わっている気がする。あたりのモンスターも凶暴になっているの。できればあなたたちにもこのあたりの調査に協力してもらいたい。この先を進んだところの大穴を任せてもいいかしら。それとレウスから目を離さないようにね。要注意レイス。ん？どうしてそんなこと言うんだ？对啊。レウス、なんだか元気がないように見えて。そうか？俺には元気に見えるぞ。なあ、レウス。お互い調査が終わったらここに集合。でいい？ええ、お願いね。何度来てもロロスカは寒いな。这里好冷啊。大丈夫。ああ、寒いな。心の芯まで冷えちゃいそうだな。おい、生气气啊。本当に寒いやつはそんなに元気じゃねえよ。气死我了。地面が。哇。地面がめくれ上がってくぞ。这啥？よく聞け。あの状態では攻撃が通らない。ブレスを何度も測れる前にまとっている氷塊を剥がすぞ。打掉冰塊。よく知ってるな。ハンターだからよ。好帅啊。さあ行くぞ。上吧。攻略法跟卡伊说的一样，先解决冰块啊。好，他叫冻哥龙啊，但是我刚才忘了暖热物啊，浪费一回合。加油啊！哎，刚好猜对耶。自由。好，确定了对方是力量啊。躯干吗？哪里有冰块啊？对手要干嘛？看不出来。来换磁火龙好了。Head to。感觉要用打的啊，打掉冰块嘛。好，我们上啊。寒霜爆裂，不妙啊！全体技，好痛啊！
好，我们上生命本神，太好了。烈焰爆射，哇，很痛啊！痛死我了！哦，是全体器啊，难怪。好啦，直接打了，又是寒霜爆裂。快点破坏！撑得住吧？哇，紫火龙快挂了，已经脱落了，脱落了啊！那现在要来进攻吗？我想一下啊，还是先。生命粉尘，先补一点血啊！流星剑，发射，取射攻击啊！威力如何？好，八六九还不错。对方好像变成技巧型了呀。我们换蕾丝啊。只能打躯干了。没错啊，是技巧。双重攻击。七六零，发火了，那就是速度啦。可恶啊，还没集完啊，只能换冰胶沙了。生气的话会不会打两下啊？好可怕啊！真的变速度了，双重攻击。不错不错啊，还要再来吗？好，我跟卡伊啊，按错啦，跟卡伊的双重攻击，九零七 ，OK OK。对方是不是要放技能了？好，现在有三个啊。别动！不然先来放紫火龙的招式好了。我们骑乘，然后放招啊。冰砖怒爆，感觉很危险。烈焰五刃，上把紫火龙，五六一，这样还没断招啊，还是生气状态啊。不然来换蛮恶龙好了，我觉得我要上一点 buff 啊。铁臂哥至少要抵挡一下攻击啊，防御力提升。
连射啊！如何啊？刚射，好，他放招了，全体技啊！哇，还会升一级啊！好，现在怎么办？用道具吗？跟他耗啊！跟你拼了！哇，好痛啊！燃火爆射！对方生气的话，哎，等一下，流星剑啊！流星剑的话，换雷斯好了，快集完了。我们直接上，好，变回力量了。身上又有冰块了啦！刚射，哇，我差一点集完哎！哦，可以了，这样就集满那个羁绊值了。五级对决，嗯，对手要干嘛啊？看不出来耶。不然再换雷狼龙好了。现在对手是力量型的啊。打下去啊，又是这招。全体攻击。哇，有够痛的啦。啊，只能拼了！我也需要补血啊！五二三，好，好险，不是攻击我啊！刚射，好，现在对手要干嘛？快点倒地吧！我还不会，有破绽啊！趁现在，是呀，好，集完了，那来换蛮二龙好了，就直接上了，彗星彗星。我打 ，OK OK， 好，站起来了。现在是技巧吧，燃火牙，没错没错，给我下去啊，给我烧伤吧，没有啊。再来一次啊！双重攻击，燃火爆射，下，现在应该还是要紫火龙是没有的，热炎提升啊。好，来觉醒哥好了。
流星剑，我们跳过了八七四啊！大家觉醒吧！不错不错，对手流口水了吗？流口水了没啊？觉得我们现在应该要怎么做呢？不然先把驯龙的招式用掉好了。猫哥的驯龙，我们先骑乘好了，看他要干嘛、啊。他应该是想要放招式哦。没错啊，打断他的攻击啊！按旋转，开车开起来，开车开起来。啊！打赢了，身体变得冰冷冷的，自己御寒吧，还得对大坑进行调查才行。哇，我还有四个羁绊竟然还没用啊，太保守了。S 级还行啦，アルトゥーラはどこかへ移動している？会是哪里啊？なあ相棒、さっきよりも大穴の色がおかしくなってないか？各地に大穴が増え、光もこの状態だ。好亮啊！原因がモンスターにあるなら、そいつが一層活動的になってるんだろうな。それってつまり、まずいんじゃないか？まずい。一刻も早くそいつの居場所を突き止めるぞ。強硬化したモンスターはこっちにいた。でも大穴のモンスターはいなかった。そう、ここにもいないのね。也没有线索啊。大穴の光とモンスターたちのつながりは何？前に来た時よりも光の色が濃くなっている。モンスターたちは光に反応して暴れ回ってるみたいだ。偶然ね。私も同じことを思ってた。光の色とモンスターの凶暴性は共鳴しているかもしれない。颜色跟狂暴性会有共鸣啊。大穴の光の色が変化するとやばいってことだな。やばい。ああ。完全に変わってしまう前に大穴のモンスターとやらを見つけてやる。谁知道什么时候会完全改变啊？あなた。モンスターのことをよく見てるのね。哼哼、傲娇。ハンターだからね。話は終わりだ。ここを出るぞ。该走了。私はここで。本当はあなたたちの力になりたいけど、クアン村を守れるのは私とヒョウガしかいないから。ああ、アユリアの気持ちだけもらっておくぜ。な、相棒。それとレウスのことだけど、やっぱり何か引っかかっているの。ええ、あなたのレウス、強化したモンスターと戦うほど命の光が小さくなっていってるような気がするの。生命之光变得微弱。強硬化したモンスターのせいで、この子は自分の力を抑えながら戦っている。抑えられた力によって命が削られているように見えるの。そんな。ただこの世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。只有雷斯可以拯救世界。この子を守ってあげないと。守る。あなたならできると思う。アユリア、いろいろとありがとうな。絆があなたとレウスを守ってくれるわ。好，走吧。お、お前らいいところに来たな。リベルトじゃないか。こんなところにいるなんてまさか。
また俺たちに依頼を押し付けるんじゃないだろうな。偶然だよ。偶然。お前はあの時のちびっこハンターか。猎人小鬼頭。何？お前たちが今一緒にいるってことは、まあそういうことだな。怎样？兄ちゃんはあれからどうしてたんだ？ああ、お前たちが飛んで行った後、俺は砂漠に残されていた痕跡を調査しに行ったんだ。どれだ？岩場で見ただろ？引っかき傷みたいなやつ。その奇妙な痕跡がどうも気になってな。奇妙って、ただ引っかいたような痕跡なんだろう？モンスターの縄張り争いでできた傷じゃないのか？なあ、相棒。強硬化モンスターが増えているからだ。多くのモンスターがそこに集中したんだろう。いや、絶対縄張り争いだって。お前に何がわかる？なんだって？分かってねえな。じゃあ何なんだよ。餌場でもなければ周りにモンスターが多くいるわけでもない。じゃあなんであんなところに妙な傷が残るんだと思う？暴れている？发狂了。暴れてるって、もしかしてそれアルトゥーラなんじゃないか？アルトゥーラ？大穴の底にいるモンスターのことだ。そいつを探しに大穴を回ってるってことさ。なおさら好都合だ。ちょうどこの奥にある大穴の調査を頼もうと思ってたんだ。別にいいけど、あなたは何を？俺は回家睡午觉。って昼寝でも太混了吧。それじゃ頼んだぞ。太扯了吧。哇塞，完全变色了。モンスターがいないな。本当だな、ついてるぜ。いや、突然出てくるかも。对呀。みんな安心してくれ。なんて言ったって俺のヒゲが大丈夫って言ってるからな。刚才那是什么？なんだ、ゲネポスの群れじゃないか。ビビってどうしたぜ。翼猛龙啊。他在召唤谁啊？ Who are you？翼猛龙王。油断はするな。行くぞ。看到对方成群结队的，是不是吓到你了？那依然不是我的对手。好，对手是。我得忘记了，是不是速度啊？好，咱们上麻痹牙。OK。你用错招了。好，算了啦。卡伊又输了。胡须突然转动了一下。搞不好没错啊。怎么回事啊？我也感觉到了，所以几率应该很高哦。什么几率？感觉很危险。
先打再说啊。来吧，驯龙。我们先集一下羁绊值啊，比较安全一点。速度攻击，警告，乱入了，你谁啊？怎么回事啊？乱入吗？哦，玲珑，听说性情相当凶猛啊！哇，完了完了完了，不能退缩啊！我负责支援。对方是什么？总之只能先看一下卡伊怎么打了。我们先打一猛龙丸好了。速度啊！哎，他跑走了，他逃跑了。跑走了啦！啊，速度的话，使用技巧攻击好了。哎，等一下，卡伊用招式了耶，那就不急啊。先打哪里好呢？打头还是翅膀啊？打头好了。爆蓝吐息啊！流星剑。下去下去。爆炸吧！好，六九八，用斩的不行啊，使用刺弹吧。我要换武器了，用打的岩石抛投。没错没错，双重攻击。好，我们集满了。怎么感觉对手要放招了？好可怕哦！我觉得我们保险一点啊，骑乘好了。有点害怕，滑空炸弹。好，我们跳过。彗星一击，又要放招啊！不然来换蛮恶龙好了。铁臂哥，果然啊，放招了啦，滑空炸弹啊！哇，来不及放啊！哈，置之不理的话会受到大量伤害。听说他从空中展开轰炸才是真本领啊！还是得做个了断。对手飞起来了耶！打头啊！暴灵空降，
又是全体招式啊。发火了。啊。爆炸了。怎么办啊，先回血好了。生命粉尘。很痛。扬声头锤。我才刚补完耶。好了，我们上吧。好，顺利破坏了。连射。好，不赖哦。哇，不要打我。不行了，不行了，我要补血了。集成啊！果然是滑空炸弹，先挡住啊！结冰分流，哦，不错不错，推过去推过去，推过去啊！好，羁绊池又回来了，非常好。好，我们就继续集那个。腹部的话，啊，看看好了，流星剑。很好很好，冰盔甲，冰属性攻击提升，再补一发钢射啊。换一把武器好了。他现在要干嘛啊？好，我们直接战斗好了。打腹部啊，果然是滑空炸弹，被放炸弹了。怎么办？怎么办啊？好，我们使用清洁弹啊，我只有一个啊，暴灵空降了。上啊！降了，还行还行。补个血啊，暴乱突袭啊，这样我撑得住吗？啊，卡伊。好，要攻击我了，现在是速度吧。
没有错，没有错。打下去啊！好，我们趁现在换一只好了，换驯龙还是紫火龙啊？不然雷斯好了。来用技能啊，铁臂哥，又是滑空炸弹啦！哇，雷兹被放炸弹了！现在感觉放个技能好了，冰绞杀，来骑乘啊，羁绊技能，会是一级啊。OK， 哇，还没集完啊，卡伊，在等你啊！集完了呀，流星剑啊！好，雷斯快要爆炸了、啊。流星剑，奇怪奇怪，不瞄准我耶！不然继续打，又是暴灵空降。还蛮痛的，雷斯爆炸了，好，又变回速度了，变回速度的话，哇，爆蓝土袭啊！感谢卡伊帮我的雷斯补血了耶，赢了！大坑释放的光真是令人在意。雷斯39等了耶，还是 S。哦，终于赢了。切，ここにもアルトゥーラはいないのか。奥图纳也不在这里啊。大穴の光、不思議な色をしている。青に近い紫ね。哈？还有所谓接近苍色的紫色啊？青？なんだっけ？どこかで聞いた気がする。青く染まる前に。そうか、歌だ。ヌアって村で聞いた歌と同じなんだ。歌？茜の空が青く染まる前に、歌の歌詞にそうあったの。もしかして歌の通りに光は青くなっていくんじゃないのか？時間がないことは分かった。すぐにここを出るぞ。湯村那様にこの状況を伝えないと。ヌアテ村に戻りましょう。回去努亚特村啊。兄ちゃん聞いてくれ。ただのモンスターじゃなくて、強硬化したバゼルギウスが乱入してきたんだ。相棒とカイルの絆で勝利したけどな。絆？羁绊。
おお、そうか。意外とやるな、小僧。小僧。んで、兄ちゃんは寝てたのかよ。你睡过了吗？いや、妙なライダーたちのことを調べてきた。哦，对哦。レウスを使って、よからぬことを。还有那些骑手啊，奇怪的骑手啊。よからぬこと？目的はレウスじゃないのか？あ。ヤセラはレウスを何かに利用するつもりかもしれない。なるほど。それから？お？それから？もしかして情報はそれだけ？そうだぞ。これだけだぞ。消費だ。情報が足りない。凄腕ハンターって噂は嘘？な、なんだと？随分と生意気なお供だな。それじゃあ、私たちはここで。また何か分かったらお願い。あ。と、小僧。小僧じゃない、カイルだ。はいはい、カイルね。こう見えてこの二人、結構息が合ってるんだぜ。ライダーとハンターの絆か。いいな。この世界の希望って感じだな。希望之光。何、わけわかんないこと言ってる。胡说八道啊。俺もわかんないけどさ、こういうのもいいってことよ。気をつけて行ってこいよ。再会啦，李维特。好，下一段故事是被苍色染遍之前啊，光芒自大坑之中释放而出，其诡变的色彩宛如呈现了灾厄蠢蠢欲动的模样，由火红转为紫，再逐渐的被苍色染遍，明显和努亚特村的诗词在被苍色染遍之前如出一辙啊。好，我们回去努亚特村吧 ，Go Go。哎、欸，他们来过了。你是杰拉德吧？お前一体何者なんだ？話がしたい。その声は。没错啊。君たちのレウスを渡してほしい。果然是杰拉德啊。お、お前は。早就猜到了啦。やはりあなただったのね。完全不惊讶。好多啊。一ミリ隙もない。やり手だな。いけすかないこと。高兴不起来。レウスを奪ってどうするつもり？あなたはとても鋭い感覚をお持ちです。しかしながら、今世界で起きようとしていることの本質を分かっていらっしゃらない。光は強さを増し。纏う色まで変えようとしている。私にはアルトゥーラが世界を破滅に向かわせているようにしか見えない。アルトゥーラ？あなたが大いなるものと呼んでいるモンスターの名前よ。良い名前だ。本質の続きを話しましょう。世界は破滅に向かおうとしているのではない。大いなるものの目覚めによって新たな世界が始まろうとしている。世界在重生啊。すべてが終わりを迎え、そしてすべてが始まる。私は大いなるものが作る新たな世界を見てみたいのです。你也会死好不好？何言ってんだ？この世界が終わってもいいってのか？お前だって死んじまうかもしれないんだぞ。世界は滅びと誕生を繰り返し成り立つものだ。その流れから私たちだけ逃れることはできない。真的有病啊！俺は死にたくないね。レウスを渡してくれ。大いなるものを目覚めさせるにはレウスの力が必要だ。あなたは最初から知っていたのね。レウスが破滅をもたらすモンスターでないことも。破滅をもたらすモンスターなど言わしません。モンスターはただその生を全うしようとしているだけなのです。大いなるものも同じこと。
エドはアルトゥーラを止めようとしていた。守りレウスがレウスを守っていたのもアルトゥーラを止めるためよ。目覚めさせるわけにはいかない。レドは道半ばで行ってしまった。大いなる者の目覚めを知ることなく、レドが生きて真実を知ったとしても同じ道をたどっていたはずだ。ありえない。私たちはレドが果たせなかったことをする。残念です、エナ様。あなたは私の考えを理解してくれると思っていた。レウスだって命がけで俺たちを守ろうとしてくれてるんだ。俺も戦うぞ。一勝負始めるぞ。承知です。还要战斗了。大いなる者に立ち向かうというのか。愚かしい。一角龙跟雷狼龙。お前らなんかにレウスを渡すもんか。援護する。行け。一角龙跟雷狼龙啊，看来你是不会改变想法了吧？我说过了，那只是不切实际的愚蠢妄想。看来现在只能诉诸武力了，等我们打赢再说吧。好，我来看一下，一角龙应该是力量啊。等一下哦。我换威力比较强的武器好了。好，我们上。哇，不要打我的驯龙。好，趁现在啊，双重攻击。哇，好痛啊，我快挂了。好，回复药啊！这样的话，再来一次啊！下去吧，一角龙！来啊！坚持得点！高电压！雷属性攻击提升啊！为什么一直打我的驯龙啊？怎么可以一直打驯龙？我看一下哦，沃兰现在我来换个冰胶砂好了。好，咱们上，嘿嘿，打下去啊，157啊，我们很强的啊，不要小看我们啊，取射，怎么样？迅雷斩，哇，好强啊！全属性攻击提升。欸，对手可以放招了耶。我是不是也来啊？我也来放招好了。好，攻击一角龙啊。对方也集成了。按旋转，下去吧，一角龙。
一二三而已啊！加油加油！好，左边快挂了啊！左边快挂的话，等一下他骑乘还没放招啊，感觉很可怕啊！不然。来个雷狼龙好了，然后我要使用，铁臂哥啊，先挡一下吧。哇，他先攻击了，完蛋！雷狼龙。这还是迅雷斩啊！快挂了！起射！好 ，C C C！ 一角龙还没挂吧？啊，还没挂！啊，挂了，挂了，挂了！好，接下来。再换一次冰胶沙，因为快满了。来换一下冲枪啊！好，双重攻击时间啊，击沉了，完蛋，好，我不看了，有虐啊，蓄力斩，我的冰胶沙，我的老天啊，又提升攻击力了，不是很妙啊！我来看一下哦，现在攻击谁比较好啊？不然我们再换一个速度好了，死火龙，双重攻击啊！来围攻一角龙啊！把他打死就赢了，取胜！好，高电压，没问题啊！哇，好强啊！看我的，看我的，好满了！哎，赢了！太好了，赢了！还有敌人啊！居然还有！太扯了！乖乖听话吧！你有发现吗？其他德不见了。所以说他们只是用来争取时间的吗？其他德目的是什么啊？天哪，玉狼龙跟黑轰龙啊，黑轰龙是速度吧，来换冰胶沙好了，还是力量啊，其实搞不太懂啊，好啦，当作我选错了。上啊，是力量啊！
龙极光。然后左边是技巧吗？怎么围攻我啊？换雷丝好了。好啊，都打我啊！至少先撑过一招好了。好，没错没错。龙风斩，打谁啊？不要！为什么都要打我啦？生气耶，下去啊，大咆哮。不会吧，哇，对方那个急完了，好，只好先生命粉尘了。空地撞击啊！真的感觉很不妙啊！打得赢吗？拜托不要！是全体技吗？没有哎、欸，打我的雷丝啊！可是还没挂。等现在，好，先吃得点。哇，雷斯快挂了啦！好哦，又要攻击我是不是啊？黑轰龙，既然他是，哎、欸，他是力量、啊，那就来换来。换一下驯龙好了。嗯，神秘棋手，他是用技巧的会输啊，所以我必须控制我的随行兽。那就跟我一起打吧。咱们上。对啦，感觉不错啊。蓄力斩！啊，我的驯龙又被围殴了，防御提升，攻击也提升啊。怎么又要围攻我啦？我想一下哦。不然我们现在打黑轰龙好了，因为现在玉狼龙的防御跟攻击都上升了。是这样说的吗？好，总之只能先打了。没有人要反击啊，应该说没有人要攻击你啊。好，撑住了。我的驯龙撑住了。嘿嘿。果然现在应该要先打黑轰龙啊！哎、欸，你们好弱啊！啊，赢了！啊，怎么比第一组还烂啊？杰拉德在哪里啊？
好 ，S 级 S 级。手下败将们啊！汉娜比路嘞，在旁边啊，莉莉亚。あなたたちに知らせないといけないことがあってきたの。什么事情？話はシュバルから聞いたわ。アルトゥーラが大穴の原因だということも。ああ、アルトゥーラは今も成長を続けてる。光が青色になったら、世界は破滅してしまうかもしれないんだ。あなたたちを最初から信じていれば。こんなことにならずに済んだかもしれない。ごめんなさい。もう道歉啦。リリア、それにリリアならいつか分かってくれるって信じてたぞ。ナビル。それで、俺たちに知らせないといけないことがあるって何かあったのか？所持体でアルトゥーラを調べて分かったことがあるの。大昔、アルトゥーラが誕生して住処にしていた場所よ。今は封印されていて、誰も立ち入ることができないわ。被封印了。それはどこに？ハコロ島よ。下口落岛。花村が危険だわ。そんな、相棒。原来在我的村子啊。ハコロ島まで一緒に行くわ。好久没回去了。急ぎましょう。放天灯啊！大家要没事啊！齐娜，还有长老。太惨了！戻ったか。無事でよかった。ケイナ、村のみんなは無事か？ええ、無事は無事。だけど。そのレウスはもしや。そう、立派に成長したのね。あれは。村のみんなが。祈りを捧げているのだ。都在祈祷。どうかしました？いや、祭りに使われてたってことは、なんか意味があるのかなと思って。这是伏笔吗？要来了。茜の空が青く染まる前に、奇妙な光はモンスターが原因よ。アルトゥーラという名のモンスター、そのモンスターが生息していた場所は大昔にこのハコロ島で封印された。守りレウスの山に禁足地がある。この地一帯守護火龙的圣山啊。伝説があってな。そのモンスターと共にその場所は封印されて禁足地となった。そこだ。レドはずっとアルトゥーラの調査をしていた。レドはこの死体を予期していたのか。わあ、火龙们。天灯坠落了。いなくなったレウスがあの光に引き寄せられてきているんだわ。何なの？有种飞蛾扑火的感觉啊！光に飲み込まれている。没吞噬啊！こんなことってどうなってしまうの？
行ってちょうだい。月野、俺たちも行くぞ。大勝負の予感です。大決戦啊。お願いレウス、みんなを守って。好，应该是最后一段故事了。破灭之时，火红色的天空开始变色，被染上了毫无壮丽感、由凄凉相伴的苍色，意味着破灭之时将至。史莱猫朝着故乡夏口洛的圣地迈进，那里正是出乎预料之外的光芒源头。好，最后一段故事我们就留到下次再玩吧。非常感谢大家的收看，我是史莱猫，我们下次再见啦，拜拜。